突然ですが、これは何の銃の音でしょうか？答えはフラットラインです。次にこの音は何の銃声でしょうか？答えは R301 です。はい。この銃声が何なのかを知ることによってできることというのがかなり変わってきます。エイムなくても勝てる3つの方法のうち1つ目と2つ目がそれに相当します。1つ目は銃の種類を覚えること。2つ目はキルログを管理できるようになることですね。キルログを管理できるようになるとかなりこのゲームは勝ちやすくなってきます。皆さんは全ての銃の音を覚えているでしょうか？または覚える努力をしているでしょうか？ということで、皆さんはじめまして、先端恐怖症と申します。今回はですね、エイムなくても勝つ3つの方法ということで、まあ、その方法をご紹介させていただきます。前回もね、エイムなくても勝つ方法という動画を、投稿させていただいたんですが、今回はちょっと違った観点から、エイムなくても勝つ方法というのを3つご紹介しようと思います。まず1つ目は、銃の種類を覚えることです。冒頭にもね、ちょっとクイズ形式で出しましたが、銃の種類を覚えることが、このゲームの勝つ、結構ね、近道になってきます。まあ、当たり前といえば当たり前の話ですね。あ、なんだそんなことかって思う人は思うと思いますね。あ、銃声って覚えた方がいいんだ、判別できた方がいいんだって思った人ももしかしたらいるかもしれません。このゲームはですね、ただエイムだけの勝負ではありません。銃によってね、特性がそれぞれありまして、結構ね、じゃんけんみたいな感じですね。グーはチョキに強い、チョキはパーに強いみたいな感じで、じゃんけん形式で考えると、まあ、パターン化していくと割と、勝てるようになってきます。例えばですね、相手が、頭ワンパンで倒せるクレーバーだったとします。で、自分はスナイパー系も持ってない。で、サマリッチ持ってる状況下で、勝負しますか？あ、しませんよね。ビビって顔を出さないですよね。まあ、そんな感じで、遠距離においてはクレーバーには負けちゃうんですね。それが分かりやすいかと思います。それと同じ感じで、相手がマスティフであった場合は、極力近距離戦闘を避ける。まあ、超近距離戦闘ですかね。超近距離戦闘を避けるという形ですね。で、皆さん、マスティフの適正距離というのは分かるでしょうか？まあ、近距離強いっていうのはなんとなく、分かってる方も多いと思うんですけど、意外にですね、マスティフって、こんぐらいの距離、結構これも近距離戦だと思うんですけど、このくらいの距離だとね、50とか60とか、70とかしか出ないんですよね。うん。このぐらいの距離でも100出るってイメージの人って結構多いんじゃないかなというふうに思うんですけど、意外にもうちょい近いですね。このくらいですかね。このくらいの距離が、まあ、90とか100とか出る距離ですね。もっと言うと、こんぐらいだったら100出るという形ですね。この横の幅わかりますかね。レティクルって言うんですけど、白い。横の幅が、全て敵に収まっている距離で100が出ます。覗いたら、このレティクルというのが狭まりますね。集団率が上がるんですけど、左端と右端が敵に入っている状態が100入るという形ですね。逆に言うとこれだと100入らないという形になります。まあ、ですので、相手が、マスティフを持ってる時に、特にこの距離では打ち合わない方がいいという形ですね。敵が何の武器を持ってるかっていうのを、音、それからキルログで判断していくと、自分が戦うべき距離っていうのが分かるようになってきます。それからですね、ディボーションっていうのも結構ね、癖があります。最初の方はゆっくりで、後半速くなるという形ですね。はい。このですね、後半、の、この連射に勝てる、武器は、まあ、ありません。はい。ですので、この後半に巻き込まれないようにするという形ですね。この、ドッ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 ドが、からまた始まるわけですね。ドッドッドッドで、また撃つのやめて、撃ち始めたドッドッドッドってなるわけですね。ですので、ディボーションは、基本的に、撃ち始めたら最後まで撃ちます。はい。逆に言うと、このリロード時間はめちゃくちゃ長いですし、好きになるし、そこから撃ち始めても、遅い
ので、しっかり打ち切らせてから顔を出すというのが大事になっていきますね。こんな感じで、相手がディボーションだと分かっているのに顔を出し続けるともちろん勝てません。相手がディボーションだと分かったら、まず隠れて我慢します。顔を出すので、打ち終わった後に顔を出すと勝てるという、こういう勝ちパターンもあります。このようにですね、エイペックスにおいてはですね、勝ちパターンっていうのが存在します。それを、覚える一つの方法としては、武器を覚える、武器の種類を覚えて敵の持っている武器を判別する、もしくは自分の持っている武器の適性っていうのをしっかり把握して、じゃんけんのように勝てる場合に挑む、負けそうな場合は挑まないというのが大事になってきます。二つ目はキルログ管理です。ワンダウン入ったな。あ、ワンダウン入った。とても使ってもいいかもね。一人格殺。エイムない人はエイムを頑張ろうとします。この動画にたどり着いた皆さんの中にも結構エイムを頑張んなきゃなっていう風に考えてらっしゃる方も多いと思います。しかしそれ以前に忘れてはいけないのは、このゲームっていうのはエイムだけで勝負するゲームではなく、バトルロイヤルゲームですね。60人で生き残りをかけて戦うゲームなわけですね。まあ、例えばね、5対5でもうほぼもう立ち回りとかじゃなくてもうエイムだけで勝負するというゲームも結構ありますが、このゲームは最終的に生き残ってさえいれば勝ちなんですよね。まあ、わかりやすいところで言うと、例えばですね、最後に自分たちは3人生き残ってる。で、相手同士がやり合ってて、で、残り1人だけになってるという状態だったら、まあ、勝てますよね。さっきのじゃんけんみたいな感じ一緒で、3対1だったら、まあ、勝てますよね。で、3対1で勝っても、それは勝ちなんですよ。別に3対3で勝つ必要っていうのはないんです。まあ、いわゆる、漁夫の利ですね。漁夫の利をし続けて、チャンピオンを取っても、それは勝ちなんですよね。というか、むしろ、3対3で戦う必要なんてどこにもないんですよね。むしろ3対3で戦う行為っていうのはリスクでしかありません。なぜなら漁夫られる可能性が高いからですね。このゲームはですね、めちゃくちゃ HP が高くて硬いです。 R301 でいくと15発も当てなきゃいけないんですよね。他のゲームだったら頭1発とかね、胴体3、4発で倒せるゲームが多い中、15発も当てなきゃいけないんですよね。で、それかける、まあ、15発当てるかける3人相手がいるわけですから、どうしても戦闘っていうのは長引いてしまいます。戦闘が長ければ長いほど、漁夫られるリスクっていうのは高まっていきます。逆に漁夫る立場で考えたらわかると思うんですけど、ずーっと戦闘やってたら、すごい漁夫りやすいですよね。あ、これ行こうぜ行こうぜってなりますよね。ですので、戦闘をいかに短くできるかっていうのが、このゲームでは鍵になってきます。その中で、漁夫るとですね、お互い相手の2チームはもうボロボロな状態なわけですよね。で、仮に漁夫る途中で、その相手の2パーティーが終わったら、もう1パーティー残ってるけど、1人ダウンしてて、他の人はもうだいぶアーマーも削れてる状態みたいな時に仕掛ければ、戦闘は短く終わりますよね。戦闘時間が短いということは、さらなる漁夫に対しての対策も立てやすいし、漁夫られづらくなるという形ですね。漁夫れば漁夫られづらくなる戦いができるという形ですね。ランクマッチでね、ポイントが伸び悩んでる方はぜひ漁夫を徹底してみてください。漁夫を徹底して拾えるポイントを拾って、ですぐ撤退して、でリスクを減らして減らして減らしてっていう形で、ポイントを持っていくというやり方でも目指しているランクにランクアップすることができますので、ぜひ試してみてください。3つ目は投げ物ですね。よくですね、初心者の方を拝見しているとですね、投げ物っていうのをないがしろにしてる、落ちているのにスルーしちゃうって方がめちゃくちゃ多いです。先日投稿した動画でも言いましたが、投げ物は最優先にすべきです。投げ物はですね、最強です。投げ物を1個投げると、0.3 人分ぐらいの役割を果たしてくれると思ってください。味方を増やすニュアンスですね。投げ物を投げて味方を増やしてください。3つ投げたらですね、0.9 人分ですね。
まあ 0.3 人分っていうのはまあ適当な数字ではあるんですけど、まあイメージ的には、投げ物を3つ投げたら4対3できるぐらいに思ってください。そのくらい投げ物っていうのは重要な役割を果たします。必ずしもですね、10で200ポイント。10で200ポイントを当てる必要っていうのはなくてですね、この投げ物を使ってですね、1キルしてもそれは同じ1キルですから、この投げ物っていうのを有効活用してください。例えばここに遮蔽物があって敵が遮蔽物の奥側にいると。この状態でこう戦うと、イーブンですよね。グレを右に投げたら相手は左に出てきます。なんでかっていうとグレに当たりたくないから。つまり相手の選択肢を奪えてるわけですね。相手はここから出てくることができなくなります。自分が右側にグレを投げることによって相手は右に出れなくなるだけではなく、これを避けるために左から出るしかなくなるという形になるわけですね。もっと言うとですね、本来はこの遮蔽物を使って、まあ、相手視点もこういう形で遮蔽物を使って戦うことができている状態なんですが、このグレを使うことによってその状況を相手から奪うことができます。相手はこのグレを投げることで遮蔽物が使えない、自分は使えるといった状態ですね。ですのでグレを投げて、まあ左から出てくると思うんで、この遮蔽物を使いながらこう対処するという形ですね。グレネードはですね、不利な状況っていうのをひっくり返すこともできます。まあ、自分はこのように、遮蔽物がない状態で、相手は遮蔽物がある状態っていう状態の中で、遮蔽物の奥にグレネードを投げると相手は遮蔽物を使えない、そのうちに、こう詰めることができる、もしくは、まあ、出てきた敵をこう撃つことができるということですね。逆転の鍵にもなるわけです。これがもしグレネードが1個もない状態だったらもう撃たれ放題ですよね。撃たれ放題、撃たれてしまう。自分には選択肢がない、相手は隠れる、撃つっていう2択の選択肢があるという状態ですので、この選択肢をひっくり返すことができるというグレネードはかなり強い手段となっています。はい、ということで、ただ正面でこういう打ち合いを制するだけが勝ちではありません。 Apex というゲームの理解を深めてですね、できる限りエイムに頼らない立ち回りっていうのを目指してみてください。まあ、その上でちょっとずつエイムが良くなっていけばもちろん強くもなれますから、まずはエイム以外のことを完璧にして、それからちょっとずつエイム力っていうのを上げてみてはいかがでしょうか。といったところで、エイムがなくても勝つ方法ということで3つほど上げさせていただきました。他にも解説動画をたくさん上げてますので、ぜひ参考にしてみてください。ご視聴ありがとうございました。 Twitter フォロー、チャンネル登録、高評価、あとコメントもね、ぜひ、励みになりますのでぜひお願いいたします。ありがとうございました。